こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ初心者です。中国輸入で届いた商品が不要品でした。不要品の返金方法や保証を教えてください。というテーマについてお伝えします。それでは早速いってみましょう。はい。この動画ですね、中国輸入で不要品が届いたよねというクレームがあったと、お客様からね、ラインアットの方から質問がありました。ぜひね、紹介させていただきます。はい。こちらですね。まずですね、1番、代行会社で不要品や商品が到着しない場合。はい。まず、中国輸入の商品っていうのはですね、2通りあるんですね。例えば、アリエクスプレスから直接ね、1個単位、数個単位で直接取れる方法と、代行会社ですね、中国の代行会社を利用して商品を輸入する方の2つですね。で、私は代行会社を使ってます。で、実際ですね、不良品や商品が到着しないって、要は注文した商品がね、代行会社に到達しないってことがあります。で、この場合なんですけど、どうしたらいいかっていうと、まずですね、これ不良品の場合はお金がですね、戻ってきます。これは安心してください。で、次なんですけど、商品が到着しない場合で、どういったふうに到着しない場合ってことを言いますと、これ商品を落とすってことなんですよ。ちょっと日本では考えられないですよね。なので、バイクで持ってきて、そのバイクから落ちてしまったとかね。中国ってね、そういう国なんですよ。これ日本と全然違うんで、そういう価値観を持ってください。この場合も、お金が戻ってきますので、ぜひね、安心していただければいいと思います。はい。で、代行会社もいろいろありまして、しっかりしたとこね、対応しっかりしたとこを使っていただかないと、最悪お金が戻ってこないので、中央人の考えっていうのはね、一回受け取ると返さないっていう考えなんで、ぜひね、注意してください。はい。で、2番なんですけど、輸入された商品がね、不良品が見つかったとかね、足りない場合ってあるんですけど、これ不良品って実際にあります。ですが、すごいね、安く B 級品とかね、アウトレット商品と明記して売っていただければ売れます。はい。なので、その点は注意していただければいいかと思います。で、返品はですね、もうできないですね。できないと考えてください。商品自体が安いので、逆に配送料が高くなってしまって、できないですよね。はい。って考えてください、ぜひ。はい。その次なんですけど、商品が足りない場合ですね。これはですね、実際足りない時が多いんですよ。これまた中央人の考えなんで、アバウトって考えて、受け止めていただければいいかと思うんですけど、この場合はですね、例えば自分で検品する場合は、自分で検品していただいてですね、足りない場合は直接ね、代行会社に連絡してください。そうしますとお金がですね、返ってきます。で、次回輸入するときに、積み立てっていうかね、残金に増えていくって形なんですよね。で、とにかくですね、中国人っていうのは一度お金をですね、入れます。そして返ってこないんですよ。これ絶対頭に入れてください。これが中国人の考えなんで、それとやっぱアバウトです。で、昔に比べてですね、商品はですね、良くなってます。正直。かなりいいです。で、実際ですね、日本の商品よりも、いい商品ってあります。これ私が見てますので、実際なんです。実際ですね。はい。ぜひね、この点を注意して商品を仕入れていただければ問題ないのと、今、代行会社も、競争が激しいので、いいとこってあるんですよ。すごい安くていいとこってありますので、それはぜひね、自分の目で探していただければいいかと思います。ぜひ試してみてください。はい。はい。LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと、30分無料コンサル、10万円稼げるマル秘マニュアルプレゼントします。ニックネームがスタンプお願いします。あと、YouTube から質問一切受け付けてません。LINE と登録後によろしくお願いします。本日は最後見ていただきありがとうございます。番組登録お願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。